優勝戦6号艇の丸尾吉高選手です。よろしくお願いします。お願いします。準優勝戦は4コース角からコンマ04のスタート、接戦をさばいての2着で優勝ということになりました、はい、徳島勢による2着争いだったんですが、順位を振り返っていかがでしたか。上出来だったと思います。ご自分のレースはできたかなと。そうですね、はい、はい、この日は1着2着とまとめてこられたんですが、足の方の仕上がりとしてはどんな感じだったんでしょうか。日に日に良くなっている感じですね、はい、今回小島は約2年ぶりということだったんですが、前検日に手にされた時から日に日にご自分の調整が合ってきたと。そうですね、初日2日目はもう足になってなかったんですけど、はい、まあ、3日目からは良くなっていると思います、はい、タイプとしてはこれは実戦向き回り足タイプな感じですか。まあ、勝率考えたらちょっとその辺補えてないんですけど、まあ、上出来と思います、はい、今回はかなり上のエンジンも出ているんですが、足の方の差は縮まりましたか。多少ですね、はいはい、枠は6枠なんですが、コースは動くという可能性はありますか、丸尾さん。はい、6コースから頑張ります、はいはい、それも視野に入れながらと、はいはい、スタートの方はだいぶみんな早くなってきていますが、これは勘通りですか。そうですね、大体打てます。今年はこれが5回目の優勝ということになりました。優勝戦向けての一言お願いします。はい、展開やったら優勝できると思いますんで、応援よろしくお願いします。